こんにちは、アスカリクの中山です。何かを受け取るということには何らかの覚悟をしろということだと思います。例えば品物でもお金でもそうですね。お金をいただくためにはそのいただいたお金に見合った責任を果たすという覚悟が伴います。会社勤めの人なら毎月会社から給料をもらう、それに見合った労働を会社へ支払うということです。お金や物だと目に見えて分かりやすいのですが、見えない言葉とか教えとか精神とかだったらどうでしょう。受け取れるかどうか、受け取った瞬間からそれを成就させなければならないという責任と覚悟が発生します。今はまだ持っていなくても継続すれば何年か後には持てるようにならなければならないのです。それが受け取るという責任と覚悟です。途中放棄するのは責任からの逃避を今後もずっと背負って生きていくわけですから、自分自身から逃れられないのです。それが見えない人は今見えるものばかりを受け取ろうとしますが、それは次々に目の前に現れては消える幻を追い求めるかのような、まるでラットレースのように一生涯同じところをぐるぐると回るだけなのです。新しい車が出れば欲しくなります。新製品が発売されれば飛びつきます。もっと意識の力で未来を描いてみませんか。もっと想像の力で自分を深く見つめてみませんか。きっと新しい発見がありますから。こんなことを話すと厳しいですねっていう人もいます。そんな言葉を耳にすると、どんだけ甘いところで生きてきたのと思ってしまいますが、こんな人が増えているのも確かです。ではまた、最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や武道の極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹トレーニングを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力や体の使い方、潜在意識の引き出し方など達人力にご興味があれば、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。チャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしております。